皆さんこんにちは、レック専任講師の唐沢と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、レックではですね、今かっこいい実務家をね、こうクローズアップしていくというか、インタビューをさせていただいて、今弊社のね、レックの会員の皆様はこれから勉強をして独立をして、ということでですね、夢を抱いている方も多いかと思うんですけれども、まあ、一方不安も多いと思うんですよね。ちょっと開業した時にいろんなリスクがあるということでね、頑張りたいんだけれどもどうしようかっていうような悩みがあると思います。でそこでいろんな侍業に限らずですね、いろんなかっこよく開業して頑張っていらっしゃるですね、実務家の先生たちをお招きしてですね、さまざまな動画を配信していきたいと、そしてこれから独立して頑張っていこうという皆様をですね、ぜひ応援したいという気持ちでですね、取り組んでいきたいと思います。でそこで、本日はですね、なんと私が知識がないのか、バーとですね、なんとバーと飲み屋さんのバーとですね、占い師を兼任して、いらっしゃる実務家がですね、いらっしゃるということで、今日お招きしましたのは西堀智則先生です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本日ありがとうございます。こちらこそお忙しいのに。なんか先生って言われると緊張する。先生って感じじゃないですか、ね。西堀さんで大丈夫ですか。はい。じゃあ西堀さんはあれでしょうか。ちょっとね、占いとバーっていうのは、私が知識がないだけかもしれないんですけど、はい、あんまりそう組み合わせでやられている方って少ないのかなっていう意識なんですけど、はいはい、どうなんですか。まあ、今のバーっていろんなアミューズメント系を取り入れてるバーもすごい多いので、面白さみたいな。そうですね。 なので、まあ、占いっていう選択肢もあるにはあると思います。オンリーワンではないと思います、ね、なるほどなるほど。例えばそうですよね。要するにバーで、普通にお酒をね、たしなみに来るというか飲みに来るという方がいらっしゃって、 その方に対して占いもできるんだよみたいな風にご案内をしている。そうですね。特にバー部門は弟が中心でやっていて、弟はそのオーセンティック、まあすごい まともというか、はいはいはい、スタンダードなバーをするのが好きなので、その中でお客様の相談に乗るとか、そういうところで占いを使うみたいなイメージですかね。あ、相談ですか。占いの方っていうのはこう、なんて言うんだろう、人生相談的な意味で結構悩みを抱えられていて、それをちょっと占いで、なんていうかな、コンサルしてほしいっていうよりはちょっと占ってほしいみたいな。そうですね。そんな、なるほど。お客さんはどんな方が多いんですか。もう本当にいろんな方いらっしゃいますね、うんうんうん、女子高生みたいな方から。女子高生、バーに来るんですか。まずいでしょそれ。個別でお話しするときはオンラインでは。ああそうか、オンラインでやる。そうですね。バーに行かなくても占っていただけるんですか。そっちの方が多いぐらいですね。どういうこと。なんかこうウェブ会議システムとかを使って。おー、なるほど。すみません、なんかわざわざレックまでお越しいただいてそしたらじゃあ遠隔でできたってことですね。まあ、そうですそうです。なるほど。もちろんそうです。それはじゃあまた別の機会にぜひやらせていただきたい。すみません、今日はお呼び立てしてしまいまして、わざわざですね。なるほど、面白いですね。ちなみに女子高生もいて、経営者とかもいるんですか。そうですね。もう社長さんとか事業の方もいらっしゃいますし、あとうちのあれ会員ではやっぱり受験がして、でたまたま今収録をしているこのタイミングっていうのは、まあコロナウイルスっていうものの影響で国家試験なんかもこう延期になったりして、このピークに迎えて頑張ってきたのにこう試験がなくなるとか延期になるとか言って、心が結構バーッとやられてしまっている方がいらっしゃると思うんですよね。で、わらにもすがりたいじゃないですけれども、いろいろな悩みを抱えられていらっしゃる方もいるんですよね。さっきおっしゃったその相談的な、まあ、人生相談じゃないですけど、はい、そういったニーズでやっぱり来られるような方も多いということなんですね。ほとんどそうじゃないですかね。日本って結構特殊、まあ、日本が特殊なのかって、まあ、他の国が詳しいわけではないですけども、例えばアメリカとかだったらカウンセラーさんがそういう役割するんですね。自分の心を整えるためにカウンセリングに行くみたいな、ね、でも日本だとカウンセラーさんってどうしてもその病気を治すみたいなイメージが強くって、じゃあ心を整えるためにどういう人たちがいるのかっていうと、占い師とか。なるほど。なのでも本当にちょっと困ったことがあって心整えたいなっていう方が、多分ご本人はそこを自覚しては来られてないと思うんですけれども、なるほどなるほど。
占いを使ってとか、うん、そういうニーズは多分多いですね。なるほど、そうですよね。確か聞いたことあります。あの、うん、アメリカでは別に心理カウンセラーさんにお世話になるっていうのはもう日常茶飯事に行っていて、ね、うん、ちょっとまあストレスかなとか、あの気持ちがちょっと波があるかなっていう時にフラッと入るらしいんですよね、うん、そうです。日本がまだそういったのに抵抗があるっていうか、ちょっとお医者さんにかかるみたいなイメージになっちゃうと、うん、ちょっと恥ずかしいことってイメージがあるんでしょうね。あ、なるほど。ちょっと占い受けてみたくなりましたね。ちょっとね、ぜひ心整えていただいて。よろしいですか。はい、ちょっとね、私もじゃあちょっと体験させていただいて、はい、そんなお店ならバーもお酒も飲めるんですよね。まあ、そう、もちろんいいお酒飲みながら占ってちょっとお世話になりたいと。どのあたりで開業を？湯島ですね。上野御徒町あたり。東京の上野から、上野駅からさらにちょっと行ったところ、そうですね、ということですか。上野からですと徒歩15分20分ぐらいですか、ね、御徒町からですとまあ7、8分という感じですか。なるほど。じゃあ上野の公園で遊ぶと考えたら余裕で別に行ける距離ということですね、うん、私どもはちょっとぜひ。そうです。でしかも、ね、これね、ご覧になっている方はあの全国各地の方がいらっしゃるはずなので、その場合占い興味持ったなっていう場合は、うん、オンラインでこう受けるシステムもあるっていうことですね。わかりました。これはもうね、定期的に占ってもらうことにしよう。ウェブとかでね。ぜひ、あの、気に入っていただければまず占うので、よろしくお願いします、はい、じゃあ早速、じゃあどんなものかちょっと体験できればなと思ってるんですけれども、はい、よろしいですか。占いちょっと、はい、経験させていただいて、はい、これ早速用意したんですけれども、はい、そしたらどういったいったことをお知りになりたいですかね。あ、私の悩みというか、そうですね、占ってほしい内容ですよね。そうですね、運試しだと思っていただいてもいいので。そうですね、私はレックの中で講師でいろんな分野の、うん、講師をすることがあります。で、その中でいろいろと今まで勉強しなかった資格も、うん、取って一生懸命勉強して、うん、教えられるくらいまで、まあ、予習をして、はいはい、で自分でこう発信するっていうようなことをやりつつも、うん、新しい商品を開発部門にいるので、うん、それだけでは全然間に合わないので、うん、いろんなこうノウハウを持った先生方とタイアップというか連携をして、はい、新しい事業を、まあ、展開していくという担当なんですよね、はいはい、だからそこで面白いことがいっぱいあるんですけれども、うん、大丈夫なんだろうかみたいな、その新しい新市場で新しい商品を開発する多角化みたいな、そう、新しいことをやっていくってリスクも大きいっていうふうに言われていて、はい、私は突っ走ってしまうタイプなんですけれども、ちょっと最近ちょっと抑えた方がいいんじゃないかとこのままでいいんだろうかみたいなはいはい、はい、私が今こう、まあ、熱心にいろいろなことをやろうとするんですけど、うん、その方向が正しいんだろうかっていう悩みがちょっとあったりしますので、そのあたりを了解です。占っていただけるとお願いします。じゃあ早速占っていこうと思います、はい、まず自分の占いなんですけども、いろんな占い師さん、はい、いろんなスタンスあると思うんですけど、はい、自分は未来は変えられると思ってるんですね。あ、なのでこれからお伝えすることって、まあ、もちろん正しいかどうかってご質問だったので、まあ、正しいか正しくないかってことをお答えすることになると思うんですけども、正しくないからやめた方がいいかって別の話なんですよ。なるほど、なるほど、なるほど。やりたいことはやった方がいいので、人間基本的には。なるほど。なのでどこを変えればいいかみたいなところも多分テーマになってくると思うので。それはいいですね。そうです、ね。それはいいですね。そうなんですよ。わかります。はい。ぜひ。未来確定してたら占う意味がないので。はい。まあ確かに。ぜひリスクマネジメントしたり、希望の未来に進んでみていただいたりしたいんですね。はい。おっとっと、ちょっと。よいしょ。すいませんね。もっと本当はこれ広いんですよね。これね。すいません。収録用にちょっと狭くなっちゃって。まあ、それはそれ出しようがあるはあるので、ね、結構好きな出し方がありましてね。よいしょ。スプレッドって言ったりするんですけれども、スプレッド、タロットカードをで占うときって、そのカードの配置で、この配置にこのカードが来てるからこういう意味だみたいな読み方をするんですね。で、あんまり広いスプレッドは使えないですけれども、自分の好きなスプレッドでカードを3枚出すってやり方がありまして、どうぞお好きな順番で一つにまとめ直していただいてよろしいですか。好きな順番にまとめる、はい、切るってことです。切るじゃなくて束にするって、束にする、あ、元の束に戻すイメージです、ね、ここをこう足すとか、そうです、そうです、ここを引くとか、そうです、そうです、あ、しょ、どうなんだろう、均等がいいのかな。あ、一つの束ごとにですね。あ、一つの束ごと。そうです、そうです。どんな感じですか。ごめんなさい。あ、ごめんなさい。どれが一番下か選んでいただいて。あ、下ですね、うん。下はこれです。
下はこれです、はい、じゃあ2段目どれになさいますか。2段目はこれです。はい、はい、じゃあ最後一番上これのつけますね、はい、じゃカードの向きを決めたいと思います。こちら側を上にするかこちら側を上にするか、あ、やっていいですか。どうぞ。これは間違いないです。こうですね。あ、間違いないです。これです。それは今から3つカード出します、はいはいはい、でカード出すんですけれども、はい、自分から見て左側からな、こちら側から順に過去現在未来みたいな順番で出していきます。 なのでその、あ、ちょっと、あ、ごめんなさい。すみません、ね、私がね のめりすぎるというか行きすぎるみたいな、はい、過去現在未来ですね。あ、なるほど、ね、了解です。まあ、確かにちょっとこの配置だとまあ悩ましいかなという感じがして。悩ましいんですね。はい、はい、どんな意味なんですか。過去のカード、これ移動のカードなんですね。船の旅みたいなカードテーマなんですけども、はいはい、これ自分がこっちに行っていいのかなとか、まあ、転勤とか転職するときによく出るカードでして、それが逆側で出てるんですね。でこれ見せたかな、見えるかな、見えるかな、こんなカードですね。逆が出てるんですね。なるほど。でなので自分が本当にこっち行っていいのかとか、この方向に進んでいいのかなって悩みながら動かれてるっていう感じがあって、いや、その通りです。まさに。でそれが括弧で出てるので、はい、でも動かなきゃって無理やり自分を奮い立たせるという感じがあるんですよ。あ、で、なるほど。現在はこれは理性のカードですかね。理性でバランスを取っていくみたいなカードなんですけど、この人は理性的にあろうとするあまり自分の感情に目を背けるみたいなイメージがあって、マジですか。でそれも逆位置で出てるんですね。逆側出てるんで、逆に感情で突っ走ろうとされてるのかなっていう感じがあって。ああ、それならわかります。すごい当たってる。でただその何でしょう、理性のタガを外しながらバランスを取りながら動こうとする、何でしょう、無理やりなんですよね全体的に。なので最終カードが月なんですけど、月これまどろみとか嘘とかのカードとか言ったりするんですけど、そうですね、ただこれネガティブに取りすぎる方も多いんですけども、はあ、このカードの次に太陽のカードが来るんですね、はあ、これが18番ですか。上にこの数字が書いてあるんですけども、18番ですね。この次が太陽なんですよ。で太陽は成功のカードなんですね。太陽成功、そうです。なので成功来てないみたいな、太陽に至るまでに月が必要なんですよ。なるほど、うん、でこの1個前が星のカードなんですけど、星は目標を見つけるとか希望のカードなんですね。希望を見つけて、まあ、嘘とかいろんなもので、ね、試練を乗り越えて成功に至る、その途中にあるってイメージでして、それがこれから来るので、これから来る、そうですね、未来の位置にあるので、なので確かに順風満帆ではないと思います。うん、でそれっていうのは結局その無理やり進もうとしてるところがあるっていうか、これをやるしかないからだって思い込もうとしてるからじゃないかなっていう感じがあって。あ、なるほど。なので突っ走るってご自身先ほどおっしゃってたと思うんですけども、ね、当たってますねこれ、はい、突っ走るって結局周りを信用してないんですよ。なるほど。っていうかすごい言葉悪いですけ どあ、だから自分が動かないと周りが動いてくれないんじゃないかとか、そういうことはあるかもしれないです、うん、まずやらないとみたいな。そうです、ね、言ってやってもらうっていうのはないと思ってて、うん、まずやってみる、はいはいはい、で一緒にやろうっていうタイプなんですよ、はい、その多分、うん、行って、うん、なんでしょう、次のステップの頼むっていうところが弱いんですね、動線として。なるほどなるほどなるほど。背中を見せることしかやってこなかったみたいな。ああ、そうだ、当たってるな。これちょっとね、ギャラリーも見せられるんですけどねうちの社員もいるんですけどね、当たってるよね多分ね。これ当たってるよ、これちょっと首をかしげすごい上から目線な感じになっちゃった。いやね、おっしゃる通りですよこれ。そうですか。本当に僕のなんかズバー言われたみたいな、言い当てられたみたいな感じです。まあ、なのでだとしたら周囲の方に、まあ、君は何やりたいって聞くのはいいかもしれない。なるほど。あんまりそこ聞いてこなかったんじゃないかなって気が。あ、ないないかも。確かに、うん、これはいいからこれを一緒にやろうよみたいな感じになっちゃってるんですよ ね、うん、こう狭いっていうか、うん、逆に相手の気持ちを聞いてみて、うん、そうですね、どうすればいいんですか。そのやっぱり希望に沿うような仕事の仕方というか、うん、割り振り方とかそういった考え、そこまで先考えなくていいです。はい、先考えすぎで、まずは聞いてみるっていうところ。なるほど。うん、なるほど。聞くだけでもっていう、ね。そうです、そうです、そうです、そうです。ああ、確かにないわ。聞いたことないよね、ほとんどね。聞いたふりみたいな。そんな感じになっちゃうな、確かに。そうですね。傾聴みたいな感じなんですね。そうですね。まずリサーチしていくみたいな。うん、そうすると、
と寄り添うべきかそうじゃないかってそこから判断するものなので。なるほど、うん、なるほど。つまり僕はごめんなさいね、まとめると過去が何でしたっけ、なんか移動の感ですね、がただできないというか逆位置出てるので、うん、まあ、そこに抵抗があったのでそれを無理やり進めようとした感じがあるんですね。無理やりあります、うん、あのね、栄養ドリンクとかね、だいたい脂肪本飲むんですよね。でそれをやめた方が、とりあえず眠らないように頑張ろうみたいな、はいはい、あります、当たってます、当たってます。現在バランスのカードですね。理性でバランスを取りに行くカードなんですけど、これも逆位置なので、まあ、バランスが取れてないのかなという感じ。理性のバランスが悪いと。そうですね。当たってるなこれ。で未来がで試練ですね。試練があると、うん、そうですね。なんか最悪なやつですよね。どうでしょうね。先ほど月のカードは嘘のカードだってお伝えしたけど、はい、結局自分の感情に嘘ついて進めるみたいな感じがあるんですよね。でこの言葉をお伝えしたときに唐沢さんは、いや俺は感情には嘘つかないけどなみたいなリアクションされたと思うんですけども、 自分が感情に嘘つかないっていうのが嘘な可能性があるんですよ。なるほど。そうやって奮い立たせてきたのかなっていう感じがあって、それはあるかもしれない。弱気になったら負けみたいな感じでちょっとやりきってきたのかなっていうのがあるので。それはそうですね、うん、一歩も引けないっていうことがね、合言葉なんですよ今。とりあえずもう引けない、進むしかないみたいな、はい、そうしないと折れてしまうみたいな、うん、ところがあるので、折れるかもって感じてる段階で本当にやりたいことなのかっていうことな。なるほど。じゃないですか。ありえますね、うん、なるほど。そこは、まあ、もしかしたら目を向けてもいいかもしれない。わかりました。ちょっと固くなになりすぎているところがあるということだな。 でヒントとしてはこれからもっとメンバーの意見を聞いてやっていくことがいいのではないかということですね。わかりました。まずねそれをやってみます。はい、やってでね、これはねバー行きます。また占ってください。マジでもう、はい、マジで占ってください。バーのドリンクおすすめなんでぜひぜひ。すっごいおいしいんで。すいません、私のことばかりやっていただいて、もしよろしければきっと絶対ね、ちょっと やってみたいって方がいらっしゃると思うんで、お店の PR 一言だけでもちょっと。そうですね、今湯島で、バーやっていて、ドリンクすごい美味しいんで、ぜひ弟めちゃめちゃ腕がいいんでおすすめです。ぜひ一度飲んでみてくださいと。あと、まあ、みんなメモしてる。ありがとうございます。絶対行きますよ。あと、占いはオンラインでやってるので、声かけていただければもういつでも占うので、ぜひそうですね、インスタグラム、YouTube じゃない、 YouTube か、インスタグラム、YouTube、Facebook ありますので、うん、そちらで声かけていただければいつもご対応いたしますので。西堀さんで検索する、西堀智則さんで検索すると、そうですね、野望が占い探偵ルドルフなので、そちらで検索していただけると。占い探偵ルドルフですね、はい、昔探偵やってたことがありまして。マジっすか。かっこいいですね。それも聞きたかったな。ちょっとお時間にいるもんね、ごめんなさいね、はい、なってしまいまして、ぜひまたちょっと私個人的にも占っていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ヨミさん、ありがとうございました。ありがとうございます。